さあどなたかいらっしゃいますか。いいの、もうすねてんのさっきからずっと前の方で手挙げてたんですけど、あまりちょ前の方の人何人か当てたから、また前の方行ったら後ろの人もまたちょっと手挙がらなくなるかなとか思って、3回ぐらいスルーしてたんですね。で今パッて見たらもう手挙げない様子にしてたから、どうしたの、すねてんのって聞いたんです。すいません、一言もあの会話はあのないんですけど、なんか今ねなんか空気感だけで、じゃあもう手挙げなかったからもう渡してあげてあ、すみません特に質問はないんですけど。ないんやそれ取り上げてマイク。なんか私山本さんより年上なんですけど、なんか昔の方がワクワクしたし楽しかったなって、なんか今ギスギスして世の中面白くないな、特に若い人たちはそう思うんですよね。なんか、うん、昔昭和50年代とかってあの本当物がなかったんですけど、すげえ楽しかったなと思うんですけど、山本さんどう思います。山本さんも大体世代的には同じぐらいなんですけど、うん、まあ、政治変えるのもそうだけど、なんかワクワクしたいなっていう、つまんない話です。いや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 、ありがとうございます。以上です。令和新選組代表山本太郎と申します。ご通行中の皆さんにマイクを握っていただいて、それにお答えをするということをやっております。で、マイクを握っていただいた方ありがとうございます。一見というか、あの世間話風に聞こえたかもしれないですけれども、非常に重要なお話をされてます。何かというと、昔の日本ってもっと面白かったよねっていうことなんですよ。ワクワクしたり興奮したりとか、もうなんか結構みんなはちゃめちゃやってたよねってことだと思うんです。私なんてそうですよ。今49、今年の冬で50になるんですけど、16歳の時に、グラビアデビューしたんですね。私グラビアアイドルとして、まあ、今ちょっと笑われてる方は多分年齢層が近い方ですかね。覚えてます皆さん。私は前衛芸術としてやってたんですけれども、どのようなスタイルでだったかちょっと出してもらえますか。すいません、このようなものですね。すいません、権利関係があったらいけないのでモザイクかけてあります。これですね、はい。日曜日の夜8時というですね、時間帯、ゴールデンタイムにやっていた番組で、高校生がダンスで競うっていう番組があったんですね。その昔、私16歳の時に、全く場違いのダンスをしてっていうことで芸能界入りをしていくんですけれども、素人だったんです。まあだから、でその時にですね、あのなんだろうな、まあ、水着風のものを履いて体に油塗って、それで踊ると。でその時私は水着を履いてたわけじゃないんですよ。日常的に履いてた下着のブーメランパンツを履いて出てたんです。でその意味は何かっていう と、何がテレビだと、映せるものなら映してみろ、この下着姿で踊り狂う俺をみたいな感じで出てたっていうね。だからそんな無茶苦茶なやつでもこういうことができたっていう、ある意味で寛容な社会だったわけです。まあ私の例を出すとちょっと分かりづらいな、一回取り下げてもらえますすいません、話戻りますけれども、で一方で今の社会って結構なんか息苦しい、そんな感じがするんです私は。で若い人たちはどうかなって言うんですけど、若い人たちは生まれ落ちた時から日本がこういう結構空気感だった可能性があるから、今が息苦しい、昔はそうじゃなかったって言われてもピンと来ないかもしれないですね。これは一体何が影響してこういう社会が変わってきているのかってことを考えた時に、やっぱり私経済問題むちゃくちゃ大きいと思うんですよ。むちゃくちゃ大きいと思うんですよ。この30年でむちゃくちゃ日本自体が貧乏になってるんです。日本が貧乏になったんじゃなくて、日本国民の多くが貧乏になってるんです。例えば、世界的な GDP 見てみようか。貧しくなっちゃうとそれギスギスもするんですよ。バブルの時、高度経済成長の時、重箱の隅をつつきまくるような人たちが大勢いるような社会だったかっつったら、そんなことない。自分が楽しんだり自分の人生を謳歌したりとか、いろんなことで精一杯で、人のことそこまで細々気にする人もいたかもしれないけど、大勢ではなかったと思うんです。でこちらご覧いただくと、まず説明が必要ですね。 GDP って何ですか、言われる、説明するまでもないと思いますけれど、簡単に言ったらみんなの儲け、みんなの儲けを足したものが GDP です。でこちら示しているものは何かって言ったら、世界の儲け、世界の GDP の中で
日本の GDP、 日本の儲けはどれぐらいでしたかってことを1995年で見ると世界の中で 17.2% を占めていたのが日本だったってことです。これむちゃくちゃ巨大な経済なんですね。どれぐらいかって言ったらアメリカの GDP の7割ですよ。すごくないですか。でヨーロッパ、ロシアを含むヨーロッパの5割程度の経済規模があったのが日本なんです。1995年、世界の 17.2% が日本が握ってたって。だからジャパンアズナンバーワン、ものづくり大国、世界の憧れ日本だったわけです。時は流れます。はい、2022年どれぐらいになってますか。 4.2% になってしまってます。そらね、いい時もあれば悪い時もあって、でこんな先進国っていう国はこう成長もね緩やかになっていくわけだから、こんな風になるの当たり前じゃないのって、とんでもないです。世界は成長し続けてますよ、いい意味でも悪い意味でも。日本がこれだけ縮んじゃったって、その理由は何かって言ったら、みんなの儲けが減っちゃってんですよ。でね、予測として2040年はさらに縮むだろうってことで 3.4% って言われてる。これ甘いと思う見立てが。もっと縮減する、もっと小さくなると私は思ってます。じゃあ今のを一列で並べてみますよ。こちらです。95年 17.2%、 2022年 4.2% ってことなんですけど、これだけ数字が縮んだってことは多くの人々がやばい状況に陥ってるってことを想像しなきゃダメなんです。でね、GDP って言ったら国全体で見るんだけれども、これを1人当たりの GDP、 1人当たりの儲けっていうことで見てみようと。どうしてかって言ったら1億2000万以上いるわけでしょ、人口が。人口が多いわけだから全体が大きく見えるのは当たり前なんだってこと。だから1人当たりで見てみたときに日本はどの位置にいるんだろうかってことを見るとこういうことです。1997年、まだ本格的デフレ、本格的不況に入る1年前です。97年、日本は世界の中で1人当たりの GDP では世界4位でした。日本は4位。これが時は流れて2020年、24位、20ランクダウンしたんですよ。世界の中で20ランクダウンしたってえぐい話や。しかもこの2年の間にさらに32位にまで転落ってこと、すごくない？見るよ、4位から24位へ、さらに32位へ、確実に確実に一人一人が貧しくなってってる、購買力を落としてってる、収入も減ってるからこそ購買力が落ちていくってことですよ。はい、ちょっとマイク渡してあげて。ちょっとこ、あ、ちょ、そんなボリュームで喋らなくていいです、マイク通してるから落ち着いて。転送してるイスラエルよりも減ってんの GDP。それは自分で IMF 見てみてください。 IMF 統計を、すいません、今あなたの答えに対してこれですってイスラエルはっていうふうに出せる状態じゃないです。で話戻ると何かって言ったら、確実にジャパンズナンバーワンと呼ばれたあの国はもう今や姿ないです。申し訳ないけど終わった国扱いされてる。私これ我慢ならないんですよ。そりゃそうでしょ、日本にはものすごく大きなポテンシャルがあるわけですよ。ものづくり、真面目な勤勉な国民性、いろんなものが合わさって日本は世界の中で中心にいたわけです。必ずしも中心にいなきゃいけないって話じゃないけれども、結果そうだったってわけですよ。でもそこをここまで食い潰した理由は何なんですかって、票や金が欲しいためにその票を固めてくれる、大きな金をくれるって者たちの儲けを増やすために労働環境を壊したり税の取り方を歪めたりした結果、人々を弱らせる、庶民を弱らせ、労働者を弱らせってした結果、結局国全体が弱っちゃったってことですよ。で製造業空洞化してったって、国のあり方が大きく変わっていく話ですよ。これむちゃくちゃなことやられてるんですから。これを考えたときに、やはりどうしてこの国が今これだけギスギした状態になってんのかって言ったら、やっぱりそれだけしんどい人たちがいっぱいいるんだろうってことだと思うんですよ。追い詰められるとか、だって皆さんもよく電車止まるとかっていうタイミングありますよね。線路に入っちゃったりとか飛び込んじゃったりとかっていうような、そんな悲惨なこと当然昔からあったんですよ。それはでもやっぱり景気が悪くなっていくと
やっぱ生きていくっていうことさえもやっぱ諦めてしまう人たちっていうのは増えてしまうわけです。先ほども言いました、10代、20代、30代、死ぬ原因の1位は自死。若い人から大人まで将来に希望を持てないって。だって考えてみてくださいよ、これだけ貧しくなっていくっていう国に関して、全体が貧しくなっていくんだったらそれはそれで致し方ない部分はあるかもしれないけど、全体が貧しくなってないんですよ。一部だけは持ち続けてんです、増え続けてんです。それ以外が貧しくなり続けてんですよ。ってことはこれ格差ができるような政策を推し進めてきたってことでしょ。一部の人だけ得して、それ以外からは収奪するようなことが続けられてきたってことの積み重ねだから、こんな状況に対して将来に不安ないですかって。不安しかないでしょ、そりゃ。将来に全く不安がないって人はおめでたいですよ。実家が太いとか何も考えないとかっていう人はあるかもしれない。でも多くの人たちであるのは将来への希望じゃないでしょ、将来への不安しかないはずですよ。だって老後になったら2000万3000万貯めとけってことを平気で国が言うわけでしょ。つまり何かっていうと、国は面倒を見ないってことの宣言なんですよ。今でさえ困ってる人たち助けませんよ。さっきから言ってるけど、国民の 6.5 人に1人が貧困ですから、高齢者の5人に1人が貧困ですから、一人親世帯の二世帯に一世帯が貧困ですから、全国に子ども食堂9000件あって、子ども食堂をやってる方々には感謝しかございませんみたいな間抜けなことを政治家が言うんですよ。お前らがそれを半年で終わらせるようなことをやっていかなきゃダメなんだろうっていう時に、事実上の放置プレイですよ。この状況変えるしかないでしょって。だってこんな状況を作ったの政治なんだから、何でも政治のせいにするな、そういう人います。大間違いです。何でも政治のせい、申し訳ないけどほとんど政治のせいですよ。だってあなたが生きていく上で全てのルール決めてんのってほぼ政治ですよ。どうして赤信号で止まった、青信号で渡ろうとする、道路交通法が基礎になってるでしょ。消費税上がった、上がったことに納得いかないから私は払わない、許されますか、許されない。どうして、消費税法で定められてるから。あなたがこの国で生きているってことは、この国のルールから外れることは許されないんですよ。じゃあそのルールを作ってるのどこですかって言ったら国会なんですよ。じゃあその国会の中でどんなルールが作られてるかってことに関心を寄せてる人ってどれぐらいいますかって。おそらく多くの人は寄せられない。だって目の前の生活だけで精一杯だから。日銀出してくれる？日本銀行の調べ、一人暮らししてる人たちどれぐらい貯金してますかって。これは私、貯金を推奨してるわけじゃないです。あくまでも一つの指標として、目安として。日本銀行の調べ、年齢別貯蓄ゼロ世帯の割合、銀行口座に金はあるけれども月末にはなくなってしまうという人もゼロとしてカウントされます。20代で 42.1% 貯蓄ゼロ、30代 32.4% 貯蓄ゼロ、40代 35.8%、 50歳代 39.6%、 60歳代 28.5% なんですけど、ここでの問題何かっていうと、若い時には貯金ないなんて当たり前だろうっていう人結構いるんですけど、で上の世代の人たちでそういうこと言われる人が多いんだけど、ちょっと待ってほしいんですよ。先輩方が若い時には高度経済成長だったりとかバブルだったり、さまざまなものが背景にあった上で貯蓄ゼロだったんじゃないですかってことなんです。今の世代の貯蓄ゼロっていうのはその後ろ断崖絶壁しかないですよ。つまり何かというと、今の状態のまま推移していく人たちも結構も含まれるってことです。それが逆に30代40代50代でなっていくと、さらにこれ固定化されるわけですよ。一発逆転なんてチャンスほぼないですね。 0.0001% ぐらいが逆転ホームラン、億万長者になる人いるかもしれないけど、それ以外はほぼ固定化でしょ。そうなった時に二つ目の問題が起こるって。どんな問題かって言ったら、高齢者になるんですよ。もう中年で今高齢の親抱えてる、そんな状態の人たちいるでしょ。ロスジェネ、親見送った後どうなるんですかっていう話ですけど、自分自身も高齢者になってるって。その時国助けますかって言ったら助けませんよ。これだけの人たち、ごめんもう一回戻して、はい、これだけの人たち貯蓄ゼロというまま高齢者になるという覚悟が国にあるかって言ったらないんです。自己責任だろっていう感覚しかない。じゃあこのまま高齢者になってた時に何かしら医療的にとか
さまざまな問題で手助けが必要だとしてもこれ断られる可能性が大きな社会になっていく。どうしてかって言ったらその数が多すぎてってことですね。つまりはどうなってるかって言ったら昔私たちが今やむちゃくちゃ経済してる経済成長してるインドを昔笑ったようにインドで道端が人が死んでるって普通みたいだねみたいな話が日本で当たり前になるんですよ。道端で人が死ぬのが当たり前の社会に日本がやってくる可能性高いですよ。このままいったらだって国は何もしないんだから。ロストジェネレーションという世代を生み出しておきながら将来苦労しないために今一生懸命勉強頑張れ、いい大学入れ、いい会社入れ、そしたらお前一生安泰だ、家も買える、子供も作れるみたいなことをずっと言われてきた世代、ロストジェネレーション、私もその一人ですよ。30代後半から50代前半大勢いらっしゃるんじゃないですか。その中でもど根性で頑張ってきた人もいるだろうけれど、その中の多く、ロスジェネの多くはやっぱり就職できなかった、正社員になれなかったっていう最初があるんですよね。初職は非正規だったりバイトだったり、少なからずそういう状態で今にまで至った人たちも大勢いらっしゃるってことです。どうなるんですかってことですよ。どうにかしなきゃダメでしょ。ってことは何かって言ったら少なくとも景気良くしなきゃダメなんですよ。で彼らに対して今からでも資産を作れるような状況を作っていかなきゃいけない。そのためには少なくとも景気が良くなるっていうのは絶対条件ですよ。今しんどい生活をしていることに対する軽減と、この先その生活、尊厳守れる生活と、少なくとも本人が望めば貯金もちょっとできるようになったわっていうぐらいのことを始めてもらわなきゃこの先むちゃくちゃになりますよってこと。当然昔はね景気が良かったからそんなことも考えずに来れただろうし、その景気のいい時代にいい年をしてた人たちはおそらくもう年金もらう年になって、でその年金もらえる額も大きかったかもしれないけど、もう今やだって年金だけじゃ生活できなくて死ぬ寸前まで働かなきゃいけない高齢者溢れてるじゃないですか。地獄ですよ、この世が地獄だって話ですよ。それを個人の責任、何言ってんだよって。散々国を食い物にしてきて一部の経済界だったりいろんなものと収奪し続けてきたんだろ、奪ってきたんだろって。私たちが言ってることはものすごくシンプルで、奪ってきたものを返してもらうぞって話なんですよ。所得の中央値、所得の真ん中が30年の間に131万円以上減らされたってことは、ある意味で減らされた分は違う部分に流れてるってことなんですよ。だとするならば減税を求めたりとか、悪い物価高が収まるまでの間給付金を求めたり、社会保険料を今減免してもらうっていうことは決してわがままでも何でもない当たり前の要求です。何よりも国の経済立て直すためには必要、もっとおおらかだったそんな社会を取り戻すためにはやっぱり基本経済なんですよ。政治を語るにはまず経済、経済的なことをクリアしなきゃどうやって予算出すんだよって当たり前の話ですよね。経済良くならなきゃ税収だって上がらない。今みたいなところからないとこから絞り取るってことをずっと続けてたら倒れちゃいますよ。みんなそろそろそこ転換していかないか、それ転換させていこうっていうのが政治なんですよね。ぜひあなたと一緒にやらせていただきたい。現在700人国会議員がいる中でたったの8人という小さなグループ、それが令和新選組、そこで代表を務めている山本太郎、もちろん、不完全ですよ。人間誰でも不完全、私も不完全。ちょっと待ってね、すいませんね、何を話したかったかちょっと忘れてしまいましたまあ戻りますね。もう一回皆さんに質問いきましょうか。じゃあラストに、令和新選組代表山本太郎がマイクを握って皆さんからのご質問に答えております。いいんです、ありがとうございます、ありがとうございます。山本太郎を支持するとか令和を支持するとかそんなことは究極どうでもいい。あなたがこの国の将来がどうなった方がいいよなとか、今こういう政策をやってくれたらいいのになとか、そういうことを考え、そして人前でも喋れるっていう当たり前の社会にしましょうよ。政治がタブー、政治の話をするやつは空気が読めない、なんだあいつみたいな、そんな社会だったらいつまでたっても変えられない。変えられない社会、固定化する社会を笑うのはこの国を食い物にしてきて腹が肥え続けてきたものだけですよ。
だから森喜朗さんが誰かが言ってたでしょ、昔若いやつらは選挙の時には寝といてほしいって。ひっくり返す力を持ってるのは誰だっつったら皆さんの側なんですよ。あなたがこの国のオーナーだから、あなたなしには変えられない。あなたが諦めた途端に変えられる可能性、確率は下がっていくんですよ。やってやりましょうよ。このまま死んでたまるかって話。これだけの社会、嫌な社会が増幅していったっていうのはもうお腹いっぱい見た、もう満足ですよ。もうこれ以上入らない、無理です。だったら違う景色見に行こうってこと。それができるのが政治。そういう権力を行使するという主体をみんなで応援していこうっていうのが政治なんですよね。一緒にやっていきませんかということを呼びかけるために今日は町田でマイクを握らせていただいております。本日最後の質問になると思いますけれども、この後皆さんにマイクを握っていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで最後の一問になりますが、どなたかご発言いただける方いらっしゃいますか。どうでしょう、どうでしょうか。でそちらの丸眼鏡の方でいきましょうか。すいません、あのおしゃべりいた、しゃべってもらってる間私ちょっとラムネとか食べますけど、すいませんね、あのしゃべりすぎて脳が回らなくなった時に血糖値上げるっていうことになってて、あいつなんや行儀悪いなとか思われるといけないので、先にちょっと謝っておきます。どうぞ。あ、はい、あのいつも応援してます。はい、日本人ってすごい、あのくくりがちょっと大きいかもしれないんですけど、働きすぎなんじゃないかなと思っていて、あの海外のに行った時とかも日本人働きすぎだよっていう風なことを言われることもあるし、あとは身近なところで言うと、あの小学校の担任の先生とかが自死しちゃって、まあ、今でも思い出すとすごい気持ち悪くなっちゃったり、まあ、あと仲間で休職してその後復帰できなかったりとかしていて、なんか給食とか有給休暇とか育児介護とか以外に休むっていうか、1ヶ月ぐらいは休めるっていうのを、まず経済政策をしてからだとは思うんですけど、そういうふうに男性も休めるっていうのを作れたらいいんじゃないかなと思っていて、で X でも最近なんか1ヶ月ぐらい休めないかなっていうなんかのがバズっていて、ニーズはあるんだなっていうふうに思ったので、山本さんがどう考えているのか教えてください。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。働きすぎですよね。世界で通じる日本の言葉っていうのはいくつかあるわけですよね。台風とか津波とか布団とか、そのうちの一つが過労死なんですよね。働きすぎ、会社に殺される、仕事に殺されるという話ですけど、過労自死、命を絶ってしまうって方もやっぱりいらっしゃるわけですよね。すごいですね。で、私自身がその過労自死された方の遺族の方とお話を直接したことがあるんです。何人かの方々と。でその方々が口を揃えておっしゃるのは何かって言ったら、皆さんご自身のことを責めてらっしゃるんですよ。どうして止めなかったんだろうって。もちろん働きすぎだだったり休んだ方がいいってことは言ったりしても、やっぱりそれじゃ仕事にならないってことで、それを押し切られて仕事行くのをその背中を 見ることになったっていうかね。何か言いたいかってことなんですけど、日本よりも労働時間短い国の方が経済がいいってどういうことなんですかってことなんですよ。日本人ってそんなまとも間抜けな話なんですかって。一人もいっぱい働かないと経済維持できないぐらいの国になっちゃってるんですかって言ったら、違いますよってことですよ。何かって言ったら、やっぱり生産性を上げろっていう話だけど、生産性っていう部分に関して何を見るかって言ったら、まず一番生産性を上げるために必要なことっていうのは、一人でいくつもの仕事を掛け持てるってことの生産性を高めていくっていうのは、地獄を深めたらダメなんですよ。生産性を考えた時に、やっぱり一人一人のやっぱりこれ所得上げていくということで、物がさらに売れていくっていう意味での生産性が上がっていく形を採用していかなきゃダメなんですよね。大丈夫ですか、私の言ってること通じてますかね。生産性って考えた時に、労働者一人が生み出せる何かという部分もあるんだけれども、そこに関して上げていくっていうんだったら、一人一人の可処分所得が上がっていくとか、一人一人の購買力を上げていくことで、物をさらに必要なものを手に入れられる、
経済活動が活発になるということをもって生産性が上がっていくっていう方向を持っていかなきゃダメなんですよね、本来は。だとするならば30年経済停滞した国の中でそんなことはやられてこなかったってこと。逆に言ったらもうこき使う方向で、逆に言ったら人を減らしていきながら一人の人にいくつもの仕事を掛け持ちさせながらとかで、壊れたら交換みたいな話になっていったり、でこの仕事を離してしまったら次の仕事なかなか見つかりづらいってことで、壊れてもしがみつき続かなきゃいけないような状況があったりとかっていうのがずっと続いてきたわけですよね。で休まなきゃダメなんですよ。で私たちみたいな小さなグループ、国会議員って700人いて働き方はそれぞれなんですけれど、小さなグループでこれだけ活発な国会活動以外でもこういうことをずっとやり続けてるっていうグループっていうのはものすごく疲弊が激しいんです。で逆に言ったらもう言葉思い出せないレベルも出てくるんですよ、はっきり言っちゃったら。ほらほら、あれメガネ総理みたいな総理大臣の名前わかるやろお前、国会議員やってんねんししょっちゅう見てるやろって、岸田総理のそのキーワードさえも出てこないぐらいの状態にもなるわけですよ。これっていうのはものすごく危険なんですよ。脳から来ますから、やっぱりそのメンタル崩れるっていうのは。だからまあもちろん私以上にというか私たちの働き方とか比べ物にならないような状況で本当に削りながら働きまくってるっていう状況で健康なんて手に入るわけないんですよね。で一番いいのはやっぱりちゃんと休んででリフレッシュした上で仕事に挑むとって考えた時に、週1日とか週2日の休みでまともに働くなんて無理だ、はっきり言ったら。私はそう思うんですよ。どっちかというと1日ごとに休み来へんかなと思ってるんですよ。今はそんなこと思ってませんよ、逆に言ったら数ヶ月休みがないとか普通だから。でも究極の理想の社会は何だっつったら、もう週3働くぐらいでも成り立つような社会作りたい、はっきり言ったら。そうでしょ、だってで夏休み取りますっつったら、じゃあもう1ヶ月ぐらいどっか行っといてとかで、人と休みずらして高い価格にならないようなその繁忙期みたいな部分でものすごいもう全員がゴールデンウィークに一斉に休まなきゃいけないみたいな状態だったら、もうどこも動けなかったりするわけじゃないですか。もちろんゴールデンウィークに働いてる人たちもいるんだけれども、なんかそういうのをちゃんとばらした上で社会が一定期間だけ、経済活動がものすごく活発になったりとかじゃなくて、慣らした上で安定した上で経済活動が活発になっていくような社会だったりとか、まずは30年疲弊した社会の中で生産性を上げるっていうんだったら、その一番重要な部分は、皆さんの、所得を上げていく、使えるお金を増やしていくっていうところからの全体的な生産性を上げていくということですね、いうことから始めていかなきゃいけないんだろうというふうに思ってます。すいません、なんかうまいこと言えませんけれども、本当は一番休みたい、一番サボりたい人間なんですよ。でもなかなかそういうわけにいかないので、でもこれはやりがいがあることなので、それはやれてることなんですけれども、究極は今言ったような1日ごとに1日働いたら次の日休みみたいな社会にしてったら、もうみんな生き生きするだろうなみたいなね、そういう社会。何だったっけ、あの熊の映画テッドでした、テッドあったじゃないですか、熊のぬいぐるみが喋るやつ。お、わかります。そう、テッド、その映画で熊が何言い出したかって言ったら、お前なって5日間働いた疲れを2日の休みで取ろうなんて無理に決まってるだろうって言ってて、本当熊の言ってること間違いないなと思いました。だから私の中で公約にはしてないけれども、もうその週3週4の休み当たり前みたいな社会を作りたいっていう思いはずっと持ってます。すいません、ありがとうございました。